今、ネットニュースを席巻しているコラムニストがいる。木村隆史氏といい、編集者からは、重宝されているといい、ドラマの解説者として、新、週刊フジテレビ批評、フジテレビ系にも出演しているが、少々荒削りな部分があるという指摘があるのだ。木村氏の論評で多いのが、少々、早とちりな意見。例えば、石原さとみ主演の放送中のドラマ、 アンナチュラル TBS 系のスタート時一話完結にこだわり毎回終盤のどんでん返しに頼ると予定調和の印象を招きマンネリの懸念もとあまり好印象ではない意見を述べていました。しかし目下同作は石原さとみ演じる三木よし美子との壮絶な格好が明かされている真っ最中もはや誰も一話完結とは思っていないでしょう。彼は 創計というか、読みが甘いのです。芸能ライター。ただ、この時はまだ会が進んでいなかったからという釈明も、できよう。しかし放送から1ヶ月以上経った2月24日にネットに投稿された別のコラムでは、一方、法医学ミステリーのアンナチュラルとホームコメディのもみ消して、冬はジャンルこそ異なりますが、一話完結というドラマの、 構造は同じ。と、一話完結と、再び眼定これに対して、SNS 上では、アンナチュラルが一話完結。木村隆史氏は、どこを見ていたんだろうと、視聴自体も疑われるような意見も見られている。また、中里江社主演のドラマ、ホリデーラブ、テレビ朝日系についてのコメントも疑問だ。同作は夫に不定されてしまう妻を、 中が演じているのだが、これを、猿妻と定義しながら、その潮流は不定スキャンダルへの世間の風当たりから、生まれていると主張。その上で、今後、かつてのドラマのように不定をする、スルズマをヒロインとする作品が出てくるかという、可能性については、小室哲也と小泉京子をめぐる不定報道によって、世間の処罰感情が緩和し始めているだけに、今回以降の方向性は、 不透明だという。ネットの書き込みなどを参考にしているのかわかりませんが、世間の処罰感情が緩和とかデータでは読み取りにくいはずの世間の空気をどこからか感じ取り、自己判断で論じてしまっています。前出芸能ライター。また、木村氏はバラエティについても執筆しているが、例えば、激レアさんを連れてきた、テレビ朝日系の司会である、オードリー。 若林正康についても、こんな風に表したものだ。失礼ながら、付け合わせのような絶妙の存在感を放っている。ラーメンなら、メンマ、ハンバーグなら人参のグラッセ。でも、それがとんでもなく美味しくて、店を出た後、ラーメンやハンバーグより、メンマやグラッセがうまかったという記憶が残る。若林を料理に例えようとして結局グルメに話を広げすぎ、 結果よくわからない分析になっている。木村氏は今後、どんな読み応えのあるコラムを提供してくれるだろうか。